昨日、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森会長が辞任表明をしました。大会開幕まで半年を切った中、大会を舵取りする後任選びが急がれます。今日をもちまして、会長を辞任をいたそうと、こう思っております。女性蔑視と取られる発言の責任を取って辞任を表明した、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長。大会組織委員会の武藤事務総長は、より透明性の高い手続きが必要として、会長職を選ぶ選考委員会を設置すると表明しました。一方、小池知事も、世界から大変注目を集めているのが、この今後の、会長職がどのようにして決まっていくのか、手続きの透明性なども世界が見ていると。小池知事は後任人事に際し、男女問わず多様性や調和を実現するリーダーが必要だと答えました。混乱の中の後継選び、街では、やっぱり女性の問題で筆跡というか引責したんで、女性がいいですね。この後に及んでリーダーシップはいらないと思いますね。昔からのなんか政治の根深さが根付いちゃってるような人よりも、やっぱり若い人になってほしいですね。周りのことがよく見えていて、で、自分が何を言っているかをしっかり理解されてらっしゃる方が出てくる。大会まであと半年、開催まで難しい舵取りを迫られる中、次の会長職選びが急がれます。